対応が早いな、アルバ。エセルタ様、聖金市長といえど、王女殿下の許しなくガウラフューリアの扉を開くこと、そしてその玉座機に乗ることは許されません。言われずとも承知している。なぜです、あなたほどのお方がなぜこのような真似を。私は行かねばならん。行って真相を伝えねばならない。真相、同化計画ですか。いや、我らフューリーに関わる全てだ。もはや猶予はない。血迷われたか。全てが明かされてしまっては、今までの苦労は、いや、育成層耐え忍んできた民たちの思いはどうなるのです。アルバン、私はもう閉じこもっていることに耐えられぬのだ。バカな、あなたは聖金市長でありながら先帝の、そしてシャナミア様のご意志に背くおつもりですか。その玉座機を持ち出すことが何を意味するかご存知のはず。無論だ、彼らへの手土産としてこれ以上のものはない。な、道を譲れ、アルバン。私は本気だ。いざ、フィンガークリーグ。エセルタ様に先手を取られたか。だが、あなたを見逃すわけにはいきません。推進力を奪えば玉座機といえど止めてみせる。捕らえた。腕を上げたな、アルバ。
いつからかよく同じ夢を見ていた。暗闇の中にポツンと座り、祈るような仕草でこちらを見ている女の子の夢だ。とても綺麗でとても悲しそうな瞳をした彼女はいつもこう言う。許して、どうか許してください。私たちは再び禁忌に触れてしまった。災いをこの世界にもたらしてしまった。たとえそれが定められた運命であったとしても、私たちに咎がある。鍵となるのは王家の剣。あなたに重荷を背負わせてしまうかもしれない私も、力なき私を許してください。目覚めるといつも彼女の言葉をほとんど忘れてしまっている。覚えているのはただ透き通るような髪の周りでキラキラ輝く光の粒子と悲しそうなその瞳だけ。それが戦いの前触れだったことを、この時はまだ知るはずもなかった。
私はまだ倒れるわけにはいかん。倒れるって父さん？オルゴンブラスターなら受けよう。グラフィードデータ更新カウンターアタック。大丈夫だ、トウヤ。当たりませんよ。まったく、懲りねえ宇宙人どもだぜ。うおー！いけ！ダブルスパイダーゴー！データ転送後、次回。我とグランティードの行く手を阻む者、ボーダの闇へ沈むがよい。父さん、そこか、オルゴンブラスター。セボン、ベリー。
そうですよ。貴様ごときにここで撃たれはせんぞ。そうです。そこか、オルゴンブラスター。貴様の英雄も刀知らねえ。僕はお前の最後の相手になるのさ。キリコさん、無駄だ。狙いはついた。周りにも気を配ってね。デリア、吹っ飛べ。ダメージ確定。反撃開始。ラーラ、バイバイ。ドボークのマシンにやられるかよ。そうですよ。貴様ごときにここで撃たれはせんぞ。そうです。フィンガークリーンです。どうしてるか、聖騎士長様。あいつは今説明をしている時間はない。フィンガークリーンです。はっ、もう一撃。行け。